どうかされましたか、お美しい方。あなたは？あなたの友人です、麗しの白百合。ぜひともあなたの家臣からお名前をお聞きしたいのですが。まあお上手ですこと。私さやねと申します。はっ、ああ、なんとお美しい響きだ。まるで澄み切ったせせらぎのごとく私を駆け抜けていきます。あなたを思うと心がざわめく。なぜ、何故あなたは私をこんなにもかき乱すのか。ああ、もっともっと俺を翻弄してください。俺はあなたという美の本流に飲まれたい。言ってることがめちゃくちゃだな。ミーネル、あんな変な言葉覚えちゃダメよ。はーい。さやねさん、何かお困りでしたら何なりとこの私めに。ではつかぬことをお伺いしますが、ここは一体どこですか。いつまで行っても目的地に着かなくて、もっと南に行けばいいのかしら。どこと言われても。ホルスターハインから離れてもうすぐルーエトラークってとこかな。さやねさん、地図おかしいよね。地図がおかしい？私、間違った地図を持っていたのですか。納得がいきましたわ。どうりで目的地まで行けないと。いや、持ち方が北は上だから普通。トラークでよろしければご案内しましょうか。まあ本当ですか。ありがとうございます。ではお世話になりますありがとうございました。皆様と出会えなければ今頃どうなっていたか。どこへ向かっていたんですか。この先のコンフィネボルネです。お仕事を頼まれていまして。仕事？実は私、故郷よりある用事でルーエトラークの姉妹都市ペールコピアに参りました。その用事は終わったのですが、また別の用事を頼まれまして。それがコンフィネボルネから薬草を取ってくるというもので、特に難しいものではないのですが、私はそのお恥ずかしながら方向音痴でした。ハルキュイアの方向音痴とは。パーッと飛べばいいんじゃないの。私ハーフですから、この羽も飾りのようなものですわ。でもなぜでしょう。不思議ですわ。普段はここまでひどくありませんのよ。ペールカピアにも確かに時間はかかりましたし、いろんな方に助けていただきましたが、ちゃんとつけましたし、ですが今回は何かに導かれるように、こうフラフラーっと、フォーク音痴の精霊でもいるのかな。全くですわ。なんでそう思ったことか。俺たちもコンフィネ・ボルネに行くんです。よろしければご案内しましょうか。あらまあ、ご縁とは不思議なものですわ。はっはっはっは、その運命にお任せあれ。屈強な戦士があなたをしっかりお守りしますな、大将。大将。大将は無口だな。褒められて照れてるのよねえ。そのようなことはない。あら、嬉しくないの？やっぱり照れてるじゃない。あらあら、本当に頼もしいこと。しかし私これでも腕に覚えがありますのよ。皆様の足手まといにならぬよう励みますわ。さやねさんはお強いんですか？私の故郷は傷の山脈に近い場所にあり、常に魔物の脅威にさらされていますから。故郷を守るために自然と、といったところでしょうか。こんな時代ですもの。武芸も立派な淑女のたしなみですわ。たしなみ。私にできることがあれば何でもおっしゃってくださいね。炊事、洗濯、掃除、その他もろもろ、きっとお役に立ってみせますわ。それは心強い。では案内は我らにお任せを。ええ、それは平によろしくお願いしますね。先ほどからミーメルちゃんが見当たらないようですが。探検に行ってくると出て行ったのですが、もう暗いですし呼んでこないと。では私探してみますわね。俺も別の方角を探しに行ってみます。さやねさん、一人で行くならあまり遠くに行かないでくださいね。道がわからなくなったらその場で動かず助けを呼んでください。ええ、わかりましたわ。私も二次遭難はごめんですし。ミーメルちゃん、どこですか？危なっかしいところですわ。岩の下敷きになどなっていたりしないでくださいよ。聞こえましたわ。これは泣き声、どこから？あら、こんなところに穴が。痛いよ痛いよ。ミーメルちゃん、こんなところにいたんですか？あ、さやね、わあ、さやね、出して。今行きますからちょっと待っててくださいね。ほら、探検もほどほどにしないといけませんわよ。さやね、怖かったよ。痛いし、どんどん暗くなって。あらまあ、大変ですわ。肘をすりむいてしまったんですね。早くここから出て手当てしましょうね。あ、危ない。さやね、どうしよう。さやねが動かなくなっちゃったよ。ここは。さやね、さやね、起きて。はいはい、泣かないの。わあ、さやね、このまま動かなかったらどうしようって。怖い思いをさせてしまいましたね。私は大丈夫ですわ。でも足が岩に挟まって、これでは動けませんわね。まあまあ、私が下敷きですか。困りましたわ。こんな大きな岩、ガリオスさんでなければ動かせないでしょうし。ごめんね、ごめんね。ミーメルが探検しなきゃ。さやね、こんなことに。いいんですよ。それよりミーメルちゃんが大きな怪我をしなくて私は安心しましたわ。でもほらほら、もう泣かないの。ジークさんに笑われちゃいますよ。でも暗いの怖いよ。ミーメルちゃんは暗いのがダメなんですか？ミーメルちゃん、手を出してくださいな。怖くなった時はこうして手をつなぐのですわ。どうですか？少しは怖くなくなったでしょ？うん、ちょっと怖くなくなった。なんで？おまじない？いいえ、暖かいからですわ。手を握ると体温だけではなく心のぬくもりも伝わるのですわ。心？不安になった時、怖くなった時、寂しくなった時、手をつないで信頼している人がそばにいたら、それはとても幸せなことですわ。よくわかんない。ミーメルちゃんにも分かる日が来ますが、急がなくてもきっと。冷えてきましたわね。きっとジークさんが来てくれますわ。信じて、もうちょっと待ちましょうね。うん、また怖くなってきちゃった。ううん、無理しなくてもいいんですよ。そうだ、じゃあ今度はぎゅーってしてみましょうか。うん、ミーメルちゃんは暖かいですわ。さやねもとっても暖かい。ぎゅーってするってことは言葉じゃうまく言えませんわね。もっともっと大事なものが伝わる感じがするんですよ。大事なもの？そうですわ。大切な何か、それが心なのかもしれませんわね。私もよくわからないですわ。心か。ミーメルちゃんはとても温かい心を持っていますわ。不安な気持ちがなくなっていきましたもの。もうさやねのあったかいのわかったよ。あ、心？どうしましたか？そっか。うん、ミーメル、わかんないけどわかった。心を伝えるの呼ぶね。どうやっていいのかさやねが教えてくれたから。一晩中探してるってのに。ダメ、こっちにもいないわ。さや姉さんまでいなくなっちまうし。ミーメル？こっちだ。おい、何を根拠に。闇雲に探しても見つからねえぞ。ここだ、近い。ジーク！聞こえた、ミーメルの声だ。こっちだ。アリス、ガリオスの力が必要だ。ついてきてくれ。届いた。ジーク、ミーメルに気づいた。本当ですか？うん、ミーメル、わかるよ。ミーメル、さやねさん、無事か？崩れて穴が埋まっちまったんだな。ごめんなミーメル、見落としてたよ。でも本当によかった。二人とも大きな怪我がなくて。しかしよく居場所が分かりましたね。ああ、なんだかミーメルに呼ばれたような気がしたんだ。うん、呼んだよ。ミーメル、ジーク呼んだよ。あのね、さやねが教えてくれたの。心なんなんだよ。だから心か。まあ無事に見つかってよかった。今度から誰かと一緒に行くんだぞ。そうですね。そうすれば危ないところに行きませんものね。そうだミーメルちゃん、今度は私と参りましょう。おいおいおい、初めっからさや姉さんと探検に行ったら本当に見つからなくなるって。あらあら、私そこまで方向音痴じゃありま。言われてみたらそうですわね。さあ朝食といたしましょう。皆さんお疲れでしょ。私腕を振るいますからね。ばかり通る。みんな続いて。そんだそこだ。これで、ね、この木を逃すな。続け。おっせい。ついてきなよ。皆さんの力をお借りします。よっ滅する。私の番ね。僕の番だね。はっ。みんな続いて。消えなさい。光よ。命が惜しくば引くがよい。うん、いい感じ。全ては主のために。では街中でのあれやこれやを説明してやるから、心して聞くように。まず行動回数の分だけ街中を移動できる。行きたい場所を選択して決定すると、その場所に移動するわけだが、闇雲に移動しても行動回数が減るだけだから注意しろよ。ちなみに行動回数を増やすポイントはズバリ、女の子たちとのイベントをこなすことによって行動回数が増えるぞ。誰かいる場合は「ここにいますよ」って表示されているから、まずはそこへ移動するのが基本だな。ただし表示されていなくても誰かいる可能性がある。そういう場所でこそおいしい思いに預かれるわけだが、誰もいないと虚しく行動回数が減るだけ、寂しさが増えるだけ。どこへ移動するかよく考えることだ。誰がどんな情報を持っているかわからない。ま、根気よく探してみるんだな。ああ、さっき言い忘れたんだが、女の子は仲良くなると普段とは違った姿を見せてくれるようになるぞ。街中ではいつもとは違ったあの子を拝めるってわけだ。いいか、見せてくれる条件はその子と仲良くなることだ。じゃ、頑張れよ隊長さん。く何でも幸せに思えてくるから不思議だよね。ポカポカしてて気持ちいい。あ、ねえねえ、ちょっと膝枕して。ジーク、これなに？あとね、これは？あれは？街、いろんなものあるね。楽しいね。あっちは何？何のお店？ミメル行きたい行きたい。昼間のこと謝ろうと思ってすみませんでした。私に似合うと思って選んでくれたのに。それでちょっと待っててください。さっき選んでいただいた服です。どうですか？似合ってますか？くしゅ！ちょっと昼寝のつもりがとっぷりくれてるし。もうなんで起こしてくれないのさ。もうすぐ夕飯でしょ。ねえ、早く宿に戻ろうよ。ご飯ご飯。たまにはお主も一緒にどうだ。先ほどまで主と飲んでいたのだがな。主なら大方広場にでも行ったのだろう。あれ、どうしたの？ああ、心配して来てくれたんだ。大丈夫。ちょっと暑くなっちゃって風に当たりに来ただけだから。ねえ、こっちに来て。ここすっごく気持ちいいのよ。ね、ちょうど。いらっしゃいませ。ご利用ありがとうございます。本日はアイテム交換の割引をさせていただきます。私の番ね。みんな続いて。はっ。遅いぜ。そんなせい、そこだ。この機を逃すな。続け。滅する。やっと俺の出番ね。まかり通る。僕の番だね。クリア。皆さんの力をお借りします。光よ。遅いぜ。遅いぜ。消えなさい。はっ。おりゃ。みんな続いて。えい。避けて通れないのであれば切る。やっと俺の出番ね。まかり通る。避けて通れないのであれば切る。はっ。皆さんのおかげですよ。じゃーん、発見。これでいいんだよな。ええ、これよ。こちらも発見しました。これだけあれば十分か。そちらはどうです？待って。すみません、まだ。りました。これに間違いありませんわ。ここでの用は済んだな。一度ルエトラクに戻ろう。ミメル、どうした？ジーク、早く帰ろう。嫌なものいる。みんな気をつけよう。近いぞ。ガリオス、まさか。そのまさかだ。来るぞ。まかり通る。みんな続いて。えい。はっ、そこだ。はっ、遅いぜ。はっはっはっ、この機を逃すな。続け。僕の番だね。クリア。皆さんの力をお借りします。熱する。やっと俺の出番ね。避けて通れないのである。ついてきなよ。クリア。刻んでやんよ。そこだ。せい。はっ。避けて通れないのであれば切る。できれば引いてください。やっと俺の出番ね。さーて行ってみますか。いた。できれば引いてください。みんな続いて。えい。これで。この機を逃すな。続け。せい。そうだ。やっと俺の出番ね。僕の番だね。刻んでやんよ。私の番ね。できれば引いてください。まだよ。命が惜しくば引くがよい。さあ、行くわよ。光よ。僕の番だね。はっ。てや。避けて通れないのであれば、切る光よ。やっと俺の出番ね。はっ。すい。とや。これでとどめだ。じゃあ始めようか。できれば引いてください。言えなさい。言えなさい。これで。はっ。みんな続いて。そこだ。せい。ここで立ち止まるわけにはいかない。やっぱり俺って生かすだろ。うん、いい感じ。すべては主のために。いいんじゃない？皆さんのおかげですよ。なぜこのような場所にこのモンスターが？こちらの大陸にはいないはず。しかもコンフィネボルネは山脈から遠い。ここまで入り込むのは相当難しいと思う。どっかの戦線が崩れたとかじゃないよな。今のところそんな話は聞かないけど、ガリオス、近くに似たような気配はある？いや、もう感じない。ミーメルもか？うん、いないよ。では、町に戻って情報を集めよう。ここにいては何もわからない。ルーエトラークでわからなくても別の町に行けばいいだろう。ま、こっちの旅自体は順調だしな。あとはなんだっけ？ミーティア鉱石と水の片鱗だ。トリマー遺跡とラクリマの壺だな。両方聞いたことのない名前ですね。トリュマ遺跡でしたら心当たりが。しかしもう一つは見当もつきませんわ。アーシエから北にあるエルフの水門、そこを越えた先にある渓谷。あ、それ知ってる。ラルムンホル渓谷のことだ。その一番奥の滝壺の一般的じゃない方の名前。もともとレムロリアン独自の呼び方らしいよ。なるほど。じゃあラルムフォル渓谷に行けばいいってことか。それだとちょっと大きな問題が一つあるね。なんだ？水の片鱗でしょ。多分僕たちじゃ取れないよ。それはどういうことなの？そのまんまの意味。ただ言っただけじゃ取れないし、見つけられもしないんじゃないかな。水の片鱗って採取方法が独特で、それはレムロリアンしか知らないんだよ。まずレムロリアンを探す必要があるのか。僕の故郷にユレントのジジ様がいるんだけど、レムロリアンを紹介してもらえるよう頼んでみようか。そんなことができるのか。ユレントとレムロリアンは親交が深いからね。ま、あとは僕がいっぱいごちそうになってるお礼も兼ねて。ああ、そりゃありがたいね。ついでに我が隊のエンゲル係数を減らしてくれれば。ほんと言うことないんだけど。いや、何でも。ではお願いしたい。君の故郷はここから遠いのか？ネーベルモルー、エルフの住む森。ここから、近いとは言わない。じゃ、お嬢様の気が変わらないうちに行こうぜ。おっと、さやねさんを町まで送るのが先だな。ペールコピアでしたか？ええ、お願いします。私の番ね。みんな続いて。これでこの機を逃すな。続け。せい。ここで立ち止まるわけにはいかない。やっぱり俺って生かすだろ。いい感じ。すべては主のために。皆さんのおかげですよ。